まもなく進化の家の本拠地があるポイントです。入り口は見つかりましたか？え？入り口が破壊されている？おかしいですね。何かよからぬことが起きているのかもしれません。戦闘は避け、潜入し偵察、彼らの狙いを探ることに注力してください。内部は通信が妨害されているようです。案内はここまでです。幸運を祈ります。が例のやつなんだよ。なわけねえよな、こんなカスがよ。こそこそ忍び込んだヒーローがこんな奥の奥まで来ちまったってか。まあいいや、俺はアシュラカブトってんだ。とりあえず戦おうぜ。うらっ、手にしてやる。ハイキックスロー。諦めない。ハイキックスロー。だ。こっちから行くよ。誰か先に来てるぞ。お前はこの前の先生、ここは俺が、あとはお願いします。お、ああ、分かった。分かるおめえ強えな。がっかりさせんなよ。お前ここの最終兵器なんだろ。じゃあ殺し合いますか。何してんだ。おい、今手を出せばやられていた。なんだこいつは、隙だらけなのに。俺の直感が大音量で危険信号を発している。貴様、それほどまでの力一体どうやって手に入れたんだよ。お前も知りたいのか。いいだろう。ジェノスもよく聞いとけ。いいか、大切なのはこのハードなトレーニングメニューを続けられるかどうか。この場で教えてもらえるのか、先生の強さの秘訣を。一体どんな。いいか、ジェノス、続けることだ。どんなに辛くても。俺は3年でここまで強くなった。腕立て伏せ100回、上体起こし100回、
スクワット100回そしてランニング10キロを毎日やる。もちろん1日3食きちんと食べろ。朝はバナナでもいい。変化に気づいたのは1年半後だった。俺はハゲていた。そして強くなっていた。自分で変われるのが人間の強さだ。ふざけないでください。それは一般的な筋力鍛錬だ。しかも大してハードでもない通常レベルだ。俺は強くならなければならないんだ。そんな冗談を聞くためにあなたの元に来たのでは断じてない。んなこと言われても他に何もねえぞ。そうか、秘密を教える気がねえなら構わねえぜ。どうせ俺よか強くはねえんだ。ただしムカついたからてめえらはなぶり殺す。マシンガンブロー焼却。怖いですね。もう俺を止めることはできねえ。こうなるともう丸一週間は理性が飛んで闘争本能が静まることはない。お前を殺した後は町に降りて来週の土曜までは大量殺戮が止まらねえぜ。こいつのアシュラモードこのまま丸一週間暴走を続けるだと。ということは、ということは、おい、強いヒーローだったら俺を止めてみろ。サバーだけじゃねえぞ。こいつはいらねえんだな。連続不通。今日がスーパーの特売日じゃねえか。しくじった。先生、大丈夫ですか先生。そうだな、ひじきとタコだ。ひじきとタコですか。ああそうだ、安かったからな。さすが先生、抜け目ないですね。タイムセールが。はあ、先生がやったのか。